とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのビルドでボスラッシュをやってみようと思います。これですね。はい。氷の杖ビルド。まあ、カバンのところを氷の杖にしたっていう、まあ、カバンビルドのちょっと改良版ですね。で、クールダウンが20秒と結構長いです。なので、バトルローブのクールダウン3、これを入れております。この氷の杖のいいところは、出した後に、ちょっと時間が経ってダメージがあるっていうところなんだよね。これが、いいか悪いか、エンダーの心臓か。あいつには、いい感じに働いてくれるんじゃないかなと思うんだよね。まあ、とりあえず、やってみましょう。それでは、ボスラッシュ行きましょう。まず最初のエボーカーです。エボーカーは問題ないでしょう。あー、見えにくい。これはブラストビルド以上に見えにくいよ。で、やばい。矢が残り、いや、少ない。矢が、あぶねー。矢が全然ないわ。どうしよう。おー、まあまあまあ。なんとかしていくしかないわ。結構問題ありありの、ビルドかもしれない。オッケーいけ。火力が低いね。火力がオッケーいけた。まあここは倒したけども、火力がちょっと微妙。ああ防御力も微妙。防御もこれどうだ、全然耐えれないよ。よし、これ地雷で即死んじゃうっていうのは、まあ、これなんとかなんない、無理か。 OKOKOK、 この時間差でね、まあまあゴーレムは倒しやすかったけども、これ厳しいかもしんないな。まあ矢はね OK700 本あればいけるでしょう。火力が低い、ここまでか。いやでも一発ね400万はあるのよ。400万あって、ドラ使ってて1600万とかはねダメージはねあるんだけど、いやいやいや、それでも火力がないな。火力ないし矢はどんどん減るし防御力も全然ないんで、いやこのビルドちょっといまいち。来た、うーわ、あ、きつい、これきついな。いや確かにね、時間差があっていい感じに避けれると思うのよ、この敵の高速攻撃、高速攻撃っていうか、まあまあそういう仕様だね。あれをうまいこと避けれるには避けれると思うんだけど、あ、で、そうか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 、あぶねえ、これレーザーが無理だ、レーザー無理、あーやばい、そうだわ、あー無理だ、ポーションバリアもないし、これレーザーを避ける術がない。うわ、これはいけないかも。よっしゃ、とりあえずあそこ倒した、倒した倒した、いってない、まだかまだか、やばい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 、よし、なんか倒した気がする。いやまだか、逃げられた。いやこれ時間差があるから逆にそれが良くないっていうのもあるね。きついな、火力がないし若干っていうか、もう本当に当てにくい、これはまずいな。ここで積んじゃうか。よし、いける。やばい。やばい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 、死ぬ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 。あぶねえ。あ、倒した。オッケー。なんとかいけるか。あと一体。よし。あのレーザーが来たらね。そう、ああ、このレーザーが厳しい。
このレーザーの時なんとかしないと。無理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 ゲー。よし倒したいけた。待て待て、これこうなるからちょっと待て。でムーシュルームだね、最後はムーシュルームモンスターズ。よっくらー、全員やばい、覚醒した、全部覚醒しちゃった。これはまずいぞ、全部覚醒したらこれはまずい。やっべ、あー出た、遠距離攻撃、えぐい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 。ちょっと待て、無理だ、積んだかも、これ無理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 。そんなね、遠距離攻撃ガシガシされたら死にますわ。死ぬ死ぬ死ぬ。ああもう、はい、ちょっとね、今日は無理です、これは無理。氷の杖一応255でダメージ400万あんのよ。だけども、それでも弱い、弱すぎる。1200万とか出るには出るけども、いや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 、これじゃあ倒せないね。アーティファクトでやっぱりね、使えないやつって結構あるじゃないですか。それをまあなんとか次のアップデートとかで直してほしいな。使えないやつ本当にね、ただの倉庫版になってるので、まあなんとかしてほしいところですね。氷の杖はちょっと無理です。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。